本当だ、時間み…じゃあ、私ボール拾っと…準備できた？よし、カラオケに行こう。電車ロッカーに忘れてきちゃった。先に行って、歌ってて。平気平気、後で行くね。
あ、はい。はい。では、ドリンクバーも。
いいですよ。何にしますか？了解です。2、3分でお届けします。君、12号室で歌ってる女の子だよね。制服。高校生。だよね。
ここ。食べ物でしょ。もうも、何？Thank you.
警察が到着し、コーチは病院に運ばれましたが、亡くなってしまいました。
私は正当防衛ということで、罪に人を殺してしまった罪悪感と、あの子を同時に私の中に湧き上がった気がします。あの時の私には、あれしかあの感覚は忘れることができません。今でもあの時のことが悪夢となって私を襲います。コーチからか。まだいたのか。なんこれは俺が他のみ怖がるといい。今日俺の萌えか確かまだ佐々木先生君は。ああはい。すまん。待たせたね。じゃあ行こう。あれからのことは今でも誰にも話せずにいます。私は付き合った男性と様々生きづらい人生を私。まだいたのか。なんだこれは。これは俺が預かっておこう。他のみんなは知らないな。怖がるといけないからみんなにはくれぐれも言わないよう。今日はもう遅い。俺の系統。萌香くん、確かまだ佐々木先生に頼んでおくよ。君は俺が送っ、ああに、はい、これが軽トラの鍵だ。
どこ行くつもりだ。車で待ってろって言っただろう。どうした？息を切らしながら話そうとする。落ち着いてからでいいよと。警察官が声をかけてくれたことを鮮明に覚えています。あの写真を見せ、カメラのことやコーチのことをすべて洗いざらい話しました。ほどなくして、コーチは捕まりました。コーチがあんな人だったなんて、私を含め、みんながびっくりしていました。それから学校は、コーチの犠牲になった生徒のために、カウンセラーを雇いました。あの時の自分の行動には、自分でも称賛したいと思います。こんなことが今後は起こらないといいと常々を。まだいたのか。早く帰れ。送ってあげたいところ。俺はまだやる。気をつけて。私はカメラを警察官に渡し、事情をすべて話しました。その際、後日カメラからは私の指紋しか検出されず、犯人が出ることができず、そのある日、遺書はなく、本当の理由はわかりませんが、あの日の電話に照れていたなら、と、今でも後悔が後を絶ちません。
準備できた？よし、カラオケに行こう。に忘れてきちゃった。先に行ってありがとう。じゃあカラオケ。私たちはカラオケに行き、思いっきり歌うことができました。日々の勉強や部活の疲れを忘れ、楽しいひととき、22時になる前に、私たちは、あの時は、とても楽しかった。だぞ。無駄だぞ。
俺は何もしないから出てこいよ。いい子だからさ。ここにいるのは分かっているぞ。どこに隠れた？ここかな？隠れたって無駄だぞ。出てこいよ。いい子だからさ。どこだ？どこに隠れた？ここにいるのは分かっているぞ。警察呼びやがって、どこ行った？くそ、